怪人パーティー。兄弟同様に育った秋月信彦を助け出すため、南光太郎は脱走した時のかすかな記憶を頼りに暗黒結社ゴルガムのアジト探しを始めた。京子ちゃん、その家は危険だ。すぐに出た方がいい。え、危険？支度するんだ。うん、じゃあ。あの日もバッタが多かった。異常に。南光太郎の脳裏に誕生日の出来事が蘇った。その日、兄弟同様に育った秋月信彦も19歳の誕生日であった。光太郎と信彦は同じ日の同じ時間に生まれた。月影ゆかりじゃない、あの人女優の。本当、月影ゆかり。俺ファンなんだ、最高。坂田龍三郎だ、有名な政治家だ。各界の名士ばかりだな。じゃあ、そろそろ支度をしなさい。今日はお前たち二人が主役なんだから。はい、はい、皆さん、今夜はようこそ。紹介させていただきます。本日19歳になりました私の息子の信彦です。光太郎です。どうぞよろしく。よろしくお願いします。さあおいで。はい、はい、いやあ、光太郎と信彦です。はじめまして。こちら大宮会長坂田先生、東都大の黒松教授。どうも。こちらも知ってるね、女優の月影ゆかりさん。よろしく。よろしくお願いします。おお、立派な若者に成長したね。いやこのくらいの頃から知ってるんだよ、君たちもね。おお、もう19歳になったのか。お誕生日おめでとう。あなたたちは選ばれし栄光の若者よ。しっかりね。ほら、
何も知らないの？あなたたちは明日の日食の時にね。困りますな、月影さん。息子たちをからかわれては。月影さん。美人にはカクテルがよく似合いますよ。あ、どうぞ。私、酔っ払うと何を言ってんのか自分でも。ごめんなさい。いや、ともかく、めでたい。日食の時に一体何が起こるのか、父さんの書斎に行けば何かその手がかりがつかめると思った。僕と信彦は家へ急いだ。ご一緒に、我が巫女よ。キングストーンをお授けください。あとは人間としての記憶を消し去ることだ。それで改造手術は完了する。待ってくれ、約束が違う。記憶をなくすのだけはやめてくれ。プロフェッサー秋月、太郎と信彦はもはやあなたの息子ではない。聖騎王ブラックさんなのだ。やめてくれ。モーター、私に構うな。逃げろ逃げろ。モーター太郎にとって、信彦をゴルゴムのアジトに残して脱走したことが
唯一の心残りであった。孝太郎は秋月京子にゴルガムの恐ろしさを話し、このまま秋月家にとどまれば京子にまで危険が及ぶかもしれないということ。ねえ信彦兄ちゃん、もしかして。何をバカな、今に帰ってくるよ元気に。さあ東堂先輩が待ってるぞ。先輩、孝太郎です。東堂先輩いらっしゃい。いや、東堂先輩。君が信彦の妹さんか。秋月京子です、よろしくお願いします。ん、あのね、部屋はいくらでも空いてるから好きな部屋使っていいよね。うん、じゃよろしくね。ありがとうございます。はい、京子ちゃん。あ、それからこっちの方も頼むね。よろしく。じゃあ。ちょ、先輩、先輩、どちらへ？海が俺を待ってるんだよ。店は京子ちゃんに任せてスキューバーダイビングですか？京子ちゃんなら大丈夫だよ。じゃあな。ちょっと先輩！どうしよう。お客さんだ。さあ元気を出して。いらっしゃいませ。何なさいますか？コーヒー。アメリカ。少々お待ちください。人間どもはやがて滅びる。生き残るのは創世王に仕えし我ら怪人、そしてほんの一握りの人間。大神官様、とわの命をお授けください。そのための改造をお願いいたします。私も早く怪人になりとうございます。ゴルゴムの怪人は5万年生きられる。したがってゴルゴムのメンバーはみんな不死の生命力に憧れている。ゴルゴムの手がかりになることを少しでも知るため、孝太郎は女優の月影ゆかりに会いに向かった。はい、南孝太郎です。ぜひお聞きしたいことがあるんです。お願いします。どうぞ。はい。封じられたんだ、口を。
パトルホッパな顔してる。楽しそうだ。仮面ライダーは改造人間である。だが彼は悲しい運命に負けたりはしない。人間の自由のために人類の敵ゴルゴムに立ち向かう。そしていつの日かゴルゴムに囚われている秋月信彦を助け出してみせる。彼は心にそう誓うのだった。戦え自由の戦士仮面ライダーブラック。白い砂浜
SL 列車から乗客が消えた。ゴルゴムの仕業と知った南光太郎は残された少年の証言によってクワゴ怪人を追う。そこには大神官ビシムの壮大な計略が待ち受けていた。変身仮面ライダーブラック、次回怪怪改造人間をお楽しみに。